今回はメッセニア戦争第二次を解説するわね。以前は共にミケーネ文化を享受していたので、メッセニア人はスパルタ人による抑圧を恨み、紀元前650年頃に反乱を起こしたの。半ば伝説的な指導者アリストメネスの下で、メッセニア人は費用のかさむ長い戦争を、敵のスパルタ人を破産させる寸前まで戦い抜いたの。でも最終的にメッセニア人は紀元前630年頃にエイダ山で敗北したわ。メッセニア人との戦いでスパルタ人たちは訓練された市民軍を持つ必要性を痛感したのよ。そして伝説の一人クルゴスの指揮のもと、スパルタの社会システムはクレタ島をモデルに変更されて、全ての男性は完全な肉体的適性と熟練した武器を備えるように訓練されることになったの。スパルタは一位先進で戦争に励んだ最初の文明なのよ。この戦争に敗れ、メッセニア人はヘロットにされたの。今回の解説は以上となるわ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。